いや、大会あったのに大会に参加させてもらえないのか。ねえねえ、マイ君、何何、二人とも慌てちゃって、どうしたの？早く早く。ここに、皆さん、メスティング、締め切りました。大会はすぐですので、そう、ついに待ちに待った公式大会が行われるの、メタランドでね、もちろん私たちもエントリーして、今度こそ優勝して DP になるんだから。K さんもエントリーしたんです。あら、私はフェンダーランドの女王、ヨーファームグラウンドなんだもん、当然エントリーするわよ。ほら、この間とくまりました。ね。K さん大丈夫かなって心配してたんです。優しいのね、二人ともありがとう。でも、ね、もういいの。もうね、大丈夫よ、私は。そしてきっと、たくまも。でも今は、まだ落ち込んでるわ。だから私そばにいたい。でも私がそばにいても、多分たくまは立ち直れないわ。今の私がたくまのためにできること、こうして大会に出たりして、虫キングをプレイすること、一生懸命プレイしてたくまを立ち直ってくれると思う。だからこの大会、きっちり優勝狙おうよ。相手がゆうこちゃんでも、ドクターネブマスターズでも容赦しないんだから。もう気合い入れなくちゃね。ようやく待ちになってもスキング公式大会の始まりなんかの、バトルがあっていい大会になってみんなが頑張って楽しんで、さらにたくまさんが立ち直れる最高だよ。確かにそうかもしれない。そんな虫キング大会ならきっととても楽しいだろうしね。そうだよね。みんなありがとう。それじゃあ、また今度、ここで羽田ランドで負けないんだから。僕だって。二人とも威勢はいいみたいだけど、女王の私を倒さない限り優勝はありえないからね。勝てるだろうか。果たして。デビルスリーパーもちゃんとあるんだよな。と言ってもな。パーで泣ける。よかった、よかった。初期は出せないな。
負けたー。なるほどね、50の技が全部相性良くなるのか。泣かなかったなぁ。二人ともこの間まで学校の机でぐだーってしてたもんね。そうだったね、その時の顔ったら。そんな京都だったあの時は、まあ二人とも何にせよこの大会に出られるのは優子様のおかげなんですから、この大会で私が顔だったらちょっと手加減しなさいよ。きっとじいさんもそう思ってるわ。大会参加のルールの再確認はこちらです。言っていい？めっちゃ相性いいんだけど この間ようやく、この間っていうか前回ようやく140獲得しただけだから。まずは相手の必殺技に合わせる。グーだけは出せない。
同じ手で来たか。いや、きつい。ごめん、1回戦敗退しそう。1回戦敗退しそう。もういい。普通に言う。ブラック博士みたいに大型級出てこないんだったら普通に殴り合っていい。要するにあれでしょう、負けるまでひたすらと同じ手を使い続けるんでしょう。だから負けた手をひたすらと打ってくるわけで、勝った手をひたすらと打ってくるのね、この人は。さっきの傾向上。で、さっきの手でまだ勝ってないわけだから、アイコが、あー、負けたー。やばい、一回戦敗退する、このままじゃ。いや、アイコでも待ちじゃん。めっちゃ僅差。
これでダメージ受ける分には仕方ない。いやーよかった、変えないタイプの人で。よかった、まだ戦いやすい感じの人だ。最初の一手は必殺技にかつ手を打ってくるからパーでくんのね。あれ負けたんだけど。本当だ、戦い方が変わっている。いやまあ死ぬ覚悟も込めて打ったけど、いい方にすっ転んだ。大スタートってなんだろう。よし、ここまでがワンセット。必殺技叩き込めるタイミングであれしましょうと。
めっちゃあっさり。負けた。でも練習も強かったよ。やばい、一番最初が一番強かった、今のところ。NMR のね、キングを決めたばかりなのに、公式大会の決勝まで来るなんて、ネバー博士に認められた人だわ。でもね、今日だけは負けられない。でも手加減なんてしないか。平田クワガタからやろっか。攻めきれ、攻撃タイプで。で、2戦目で、ちょっと守りを固めながら行く。よし。同じ流れに持っていけばいいと思ってたけど、本当に。一戦目は相手と同じ必殺技に合わせてくるタイプだから。違ったか。じゃあ次パワー出してくるから、チャキだ。ダメだったー。究極必殺技だ、しかも。わーい、こうダメなの辛いんだけど。
いや、案外必殺技ガンガン打ってくれる人に助かった気がする。やったい、優勝だ、優勝だよ、公式大会2年前くんが優勝したんだ、すごいすごい。まだ虫キング始めたばかりなのに信じられない強さ。止まっちゃうのが結果発表だ。まず準優勝、羽田ランドのホームグラウンド羽田の女王と呼ばれる低選手だ。今回は惜しくも優勝ならず、我らが女王に大きな拍手。先輩ガチャとかな、もう大丈夫さ。先輩ガチャだね、でももう大丈夫だよ。いろんな場所でキヤホヤされて、バトルで練習をしていた僕は、本当に大事なことを忘れて、虫キングをプレイすることがとても楽しいこと。そしてその楽しさはバトルするみんながいればこそだということ。そのことに気づかされた、僕の大好きなケイのおかげだ。今日は一生懸命に虫キングをしている NNM 君とケイを見て、今まで自分が落ち込んでたことがとても馬鹿らしく思った。もっと早く思い出すべきだった、昔の気持ちを僕とケイ。ゆうこの3人で、たとえば虫キングをしていた。楽しかったことをね。でももう大丈夫。この先、どんな負け方をしても落ち込むなんてありえないよ。特には虫キングと、そしてみんなと、ここに K がいる。もう急にメガネ取るなんてひどいよ。どうしてそんな。別に。おっとおっとおっと、ヤバなことは言いたくないから、ツアースのお二人さんそろそろでカーピオンの続きに戻っていいかな。長い。だからってテンションは下げないでくれ。いくぞ。激しいバトルの末に栄冠に輝いたのは、NNM 選手だ。一回戦敗退ありえたけどな。それでもなぜだか、ドクターネグマスターズの称号を持つネグ博士に見込められた数少ない中の一人に、GT カードをゲットだ。はい。まずはおめでとう。ありがとうございます。君はようやく一つ目の大会を勝ったけれど、僕は君なら近いうちにこんな日が来ると思ってた。そしてアネダーシティのどこかに君の全力を出して君と戦おう。騒ぐなって言ったって、そんな話ぶつけられたら盛り上がるに決まってる。さあ最後まで盛り上げてくれて締めくくるこの大会だけど、最後にもう一回だけみんなの声援をもらうと。大きな拍手を。いやー、やりき感すげー。もう終わっていいわ、今日は疲れた。